イジョイのジョンナです。スクミンです。ジョンです。で、今日はみんなで滋賀県に来てて、ほんで昔ずっと子供の時に遊びに来てたキャンプ場に来てバーベキューさっきしてめっちゃ楽しかったんやけど、せっかく久しぶりに来たからキャンプ場とか琵琶湖の思い出を話そうと思ってます。はい。ダダーン。ダダン。ダダーン。ジョン、ごめん。いいよ。よくキャンプ、小学生キャンプ、教会の小学生キャンプっていうのが毎年夏にあって、夏休みの間にそれよく2泊3日でうちはよく来たんやけど、めっちゃ楽しかった。なんかその時だけがジョアナとかに会える時やったんや、遠くに住んでたから、そうだから毎年楽しみにしてた。めっちゃ楽しかったよね。楽しかった。そうジョンは2回ぐらいしか行ってないと思う。めっちゃでもいいプログラムやって、ほんまになんかカレー作りもあったし、琵琶湖で泳いだし、出し物もあった。出し物をなんか最後の日の夜にするねんけど、結構なんか準備する時間がめっちゃ短くて、結構バタバタして、なんかダンスの練習したりとか歌の練習したりとかしてた気がする。なんか準備時間が少ない割には結構ガチな。そうそう、みんなクオリティがちょっと高くて、それも花火もやったよな。花火やったな。やったっけ？打ち上げ。ああ、やった。あとマシュマロ焼いたよな。そうそうそう。なんか夜キャンプファイヤー。キャンプファイヤーと花火と小さいやつと打ち上げ。そうやった。でももう基本的にずっとみんな泳ぎたいって言ってたから、なんかずっと濡れてた記憶しかない。そうで、みんな同じ部屋でワイワイしながら寝て。めっちゃ楽しかったな。で、うちらはスタッフとしても行ったやん。ああ、そうそう。中学校、高校の時はスタッフとしても来て、いろいろお手伝いしたりな。ちっちゃい子の小学校の子の面倒見たりとかした。あとご飯がめっちゃ美味しかった。美味しかった。オムライス。マクド。そう、最後の日が絶対マクドで3日目のお昼はなんか絶対にマクドと決まってて、なんかバーガー2つとシャカチキンみたいな。でもなんか毎年メニューそれは決まってて、なんかそうそう、もうだって覚えてるもん。なんか初日のお昼は持参ででちらし寿司があって、で2日目の夜はカレーでみたいな。あ、みんなでカレー作って。夜じゃなかったっけ？夜やったやろ。なんかカレー球みたいな名前やった。日焼け止め見て。バーベキューやったから。カレーとバーベキューっていうことを合わせてカレー球っていうのがしおりに書いてあって。めっちゃ忘れてたらカレー球やった。でしおりはまださパソコンでやってたけど、いつも画用紙に書いたプログラムが。そう、前に貼ってあって。カレー球で、オムライスはケチャップで全員違う絵が描いてあって、あ、当番決まってたもんな。なんか掃除当番とか、ご飯当番とか、食器洗い当番とかあったな。懐かしい。めっちゃ楽しかった。楽しかった。そして違うキャンプではなんかカヌーとかモーターボートとか、そうやな、ファミリーキャンプ。そうではモーターボート乗った。楽しかった。しかもモーターボートの後ろにこう引っ張るでっかい何やったっけ、スーパーメイボー。そうなんかでっかいドーナツみたいな。ドーナツが最初で、その次にソファーがスーパーメイボーや。そうめっちゃ怖かった。それでもう一回めっちゃ飛んでお腹でバーンってなって1時間ぐらい昼寝しなかった。そんなにめっちゃ痛かった。痛いな。乗ったよく乗ってた。そうに、なんていうの、好きやった。結構ちょっと好きやったけど苦手やった。ボートに乗るのも好きやった。あれ早く行ったかったらこうやって、終わりたかったら全部離してこうやらなあかんね。でもそしたら飛んでくる。バーンってさ、水に叩きつけられてさ、しかも落ちるときはうちずっとこうしてたもん。で横の人たちがこうやばかった。めっちゃ楽しかったなあ。わー、ほんまに、そんな感じの思い出の場所です。なんかカメラの後ろから歌ってっていう指示が出た。歌の話。歌の話。キャンプの歌の話。キャンプをするときにしおりともう一冊ソングブック。そう、ソングブックがあっていろんなその賛美歌とかワーシップの歌が書いてあるんやけど、その一番最初の曲が、うん、キャンプ村の歌みたいな。多分そんな題名確か。で毎年それ3番まであるねんけど。その1日目は1番、2日目は2番、3番目は3番みたいなんで、さっきそうジョーナと話しててみんなと話してて歌ってみようかってなってんけど、全然1番以外思い出されへんくて、でもその歌って確かうちらの小学生キャンプのために作っていただいた曲で、なんかうちらのキャンプ場のことが書いてあるんだよな。めっちゃいい曲、メロディーもいいしな、めっちゃいい曲やねんけど。思い出の歌やなって話をしてた。でももう歌えへん、ほんまに1番以外分からへん。めっちゃカメラの後ろから歌え歌えっていうプレッシャーが。ジョン歌える？夏ちゃう夏の日のキャンプ村で僕らは知り合ったのさ、燃えるような太陽が僕らの友達にした青い空びはこのことに新生キャンプ村、僕らは瞳を輝かせたくさんの話をした、いつの日も朗らかに元気よく歌おう、僕らはいつも神様の子さ、胸を張って歩こうみたいな感じの歌です。でも2番と3番はもう記憶から抜けてる。いやほんまに抜けちゃってる。だからなんかなでいろんなさ、なんか振り付けのある曲もあって、そうそうそう、めっちゃみんなでめっちゃ踊ってた。でそれを出し物にしてる人もいたよな。だからそのワーシップソングに入ってる歌の振り付けのやつを私もで歌ったり。懐かしい。でも泳ぐのが一番ハイライトだった。そう確かに。みんななんかもういつ泳げるんですかとかずっと言ってた。だってもうここで泳いでて目の前な浜辺で。ちょっと石大きくて痛いけど。っていう素敵なキャンプ場、素敵な思い出いっぱいです。はい。見てくれてありがとう。チャンネル登録ともういい終わっちゃった。チャンネル登録と高評価ボタンとインスタへの登録お願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。